じゃあいつポニョがこのさっきの釣り目のキャラクターでキャラクターできたんだけども映画になったのかと、宮崎さんがよく映画になるっていう言うんですけど、その瞬間いつなのかっていうのが、2006年ですね、6月の5日のところから話が始まります。それまでですね、イメージボード、宮崎さんはずっとさっき言ったようにですね、こう紙の上に鉛筆で書いてそれを着色する、それをイメージボードっていうんですけど書いてたんですけど、急に箱書き始めるんですね。箱書きっていうのはストーリーをこう並べたものです。こういうふうな展開になる展開になるというふうに字で書いたやつなんですけども、イメージボード作りは依然として停滞していましたっていうですね、 NHK のディレクターの荒川君のナレーションが入りました。しかしこの日の夕方、突然重要な絵が生まれる瞬間に立ち会うことになったんです。 ということで、ここからはもう本当にちょっとフリップ多めで説明します。これね、何かっていうと、宮崎駿がですね、紙の裏表を確かめてるんですよ。こうやって紙の裏表を確かめるんですよ。ただ確かめながらですね、ワルキューレをですね口挟むんですね。ワグナーのワルキューレの機構のパパパパンパンパパパンパンっていうのですね、この日から急に CD かけてですね口ずさむようになるんですよ。でこう紙の裏表をパラパラと見ながらですね、こんな絵描いちゃっていいのかねって描き始めた絵を見てですね、ニタ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 するんですね。で荒川くん、もう帰りなさいって冷たい声で言うんですよ。で何かもうこの日に限ってまだ明るいうちから帰るようしきりに勧めますっていう。で荒川くんは帰ろうとは思ったんですけど、荒川くん帰りなさいってそこまで言われたから、あ、今日不機嫌だなと帰ろうかなと思ったんですけども、これね絶対何かあると。でこの日を逃したら俺はディレクター失格だと思って、荒川くんですね遠くからですね、もうこっそり撮るんですね。帰りますと言わずにですね、ちょっと遠くから撮るんですけども、で、自分が描いた絵を宮崎さんはですね、もう見ながら笑い転げてるんですよ。って笑い転げてて、男の元に駆けつける、すごい絵だねこれっていうふうに、なんか自分自身で納得してるんですよ。で僕は宮崎さんが何か大事なことを始めそうな気がして残ることにしました。ということで、宮崎さんがですね、こう最初鉛筆で線が描き始めるんですね。宮崎さんもうね、年取ってきて、昔は HB で描いてたのが 2B 使って 3B 使って、ポニョの頃にはもう 6B 使ってるんですね。それぐらい筆圧がない状態でですね、それでもなんか絵を描きながらですね、なんかこう、これ怖いよね、これで宗助の元来るんだよって来るんだからねっていうふうにセリフで言ってます。でこの描いた絵をですね、いきなり水彩絵の具で着色始めるんですよ。で荒川くんはですね、ちょっとそれまでの絵となんかご機嫌さが違うし、なんでこんなノリノリなのかよく分かんなかったんで、なんでこんな絵描けるんですかって聞くと、いやそれはワルキューレ聞いてたからじゃないかなっていうふうに、なんかこう宮崎さんが言い出すんですね。で水彩画でそれまで描いて、これまでの宮崎駿のイメージボードって鉛筆で描いて水彩でやるんだったらそこで終わりなんですよ。ところがそれにですね、これまで使ったことがない、奥さんがですね、大学生の頃に使ってたというですね、クレパスを取り出して、このクレパスで水彩絵の具で塗った部分をガリガリと塗って指でこすって汚し出すんですね。かなりですね、それまでやったことがない、60っていうかね、もう70近くなって画材を新しくするって結構なもんなんですけども、これですね、クレパスでここですね、一回水彩絵の具塗ったところをですね、こうクレパスで汚して、その汚しをですね、指でどん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 広げていくんですね。でワルキューレ聞いてたからだと思うんだけど、でもなんでこんな描き方するのか自分でも分かんないというふうに宮崎さんが言います。でちょっとすいません、写真がブレちゃってるんですけど、つぶやくように言うのが、ああ恐ろしいなんですね。自分で描いてるものが恐ろしいと。でこれね、なんでこんな絵を思いつくんだろう、自分が恐ろしいっていう意味にもできるし、ワルキューレの音楽が恐ろしいという意味にも見えるので、この時にはまだその荒川くんもですね、宮崎さんが何を恐ろしい、だって恐ろしいって言ってるのは楽しそうなんだから、何を恐ろしいと言ってるのか分かんないわけですね。で宮崎さんはですね、さらにクレパスを塗り広げていきます。今度はね、空にもクレパスを塗って、その空をクレパスの色でどん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 汚していくんですね。で
ヒロインが初登場するシーンがまさかのドン天なんですよ。宮崎アニメでありえないですって、ドン天なんですよ。波が荒いところに来るのは100歩譲っていいとして、それが真っ黒な雲のですね、それを水彩絵の具で描いて、さらにクレパスでそれを汚していてですね、まさに目視録的な世界ですね。この世界が終わるような空の色にどん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 描いてるんですよ。でよく見るとこのポニョの口、これもですねへの字口なんですね。まあ、こうやれば分かりやすいかな。立ってるポニョのですね、これポニョがスクと立ってるんですけども、口がへの字口になってると、これもやっぱ全くヒロインらしくないんですね。で、そういうのを描いていきます。でこの今描いたですね水彩絵の具の上にですね、さらに 6B の鉛筆でですね輪郭線を描き足します。さらに鉛筆で縁取り、単純な線を強調していきますというふうにナレーション流れるんですけど、そうなんですよ。この今描いた絵をですね、さらに、ざっとした輪郭線をもう一回 6B の鉛筆でなぞって絵を強調していくわけですね。で宮崎さんはこれをやりながら、今字幕にですね、ちゃんちゃかちゃーんって出てるんですけど、ずーっとワグナーのワルキューレの機構のちゃんちゃかちゃーんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんっていうところずーっと歌ってるんですよ。クレパスを塗っては伸ばして塗っては伸ばして、どんどん絵を汚しながらですね、で自分自身でですね嬉しそうに、ワルキューレの音楽が鳴り響き始めたぜ、鳴り始めたぜっていうふうに言いますですね。でもうやっぱ顔は笑ってるんですよ。これ怖いね、ポニョ来るという絵だよっていうふうに言います。これ怖いね、この絵が怖いと、つまりポニョ来るっていうこのシチュエーションが怖いっていうのが、さっき宮崎駿が言ってたですね、怖いなとかですねいう意味だったんですよ。でポニョ、じゃあこのポニョをですね招き入れてしまう宗助に関して、宮崎駿はですねふっとこぼしてしまいますですね。かわいそうな宗助、いや宗助は向かい合うんですからって言うんですけども、宗助に関して宮崎駿ははっきりとかわいそうというふうに言うんですね。つまりそんな女に惚れられて、海の向こうからなんかこの世の終わりみたいな空と海を引いてくるなんて、なんて宗助はかわいそうなんだろうと、なんか男の永遠の悲しさを表現した藤本と全く同じ文脈で、宗助はかわいそうだっていうふうに宮崎駿は言うんですね。で途中でですね、宮崎駿絵を描いてる最中に興奮して立ち上がってしまうんですよ。座ってられなくて興奮して立ち上がってしまうんですけども、ああ怖い、怖くない、可愛いっていうんですね。もう本当にね、自分自身に納得させるんです。このセリフ本当に聞きどころで、ああ怖い、怖くない、可愛いっていうの一番笑ったんですけども、本音は怖いんですね。でもこれが可愛く見えなきゃダメなんだ。映画見てる人にこの怖いシチュエーションっていうのを悟られるんじゃなくて、この怖いシチュエーションが可愛く見えないといけないんだと、可愛いっていうふうに自分に言い聞かせてるんですね。で絵がついんですね、このボードが完成しました。ボード完成したらですね、宮崎さんはすごい嬉しそうにですね、こう画面ブレってすいません、このいい場所に貼ってやろうですね。何度も部屋の中で貼る場所を探してたんですけど、ついに入り口隣のですね電気スイッチの上っていうですね一番目立つ場所を見つけてですね、ここに画鋲でバーッと貼り出してですね、すごい嬉しそうにこう見てるんですね。で、この絵はポニョ来ると名付けられました。ポニョ来るってこれなんですよ。つまり、もう最終的にねここまで汚した絵になったんですね。真っ暗な空と真っ暗な海、真っ黒の海が盛り上がって、それが魚になってですね、その上に半魚人の女がですね自分の男っていうのを迎えにやってくるんですね。だからホラー映画なんです。ホラー映画というかですね、そのモンスターが美女を求めて闇の世界からやってくるっていうのと全く同じことを書いてるんですね。その全く同じものを可愛く見せようと、ああ怖い、怖くない、可愛いっていうふうに言い聞かせてるんですけど、怖いものを可愛く見せようとするのが今回の宮崎駿のチャレンジなんですね。でその口はきっと結ばれてですね、目は遥か遠くを見据えてですね、手なんて決意に握りしめられてるわけですよ。坂の上に立ってるですね、もう本当に可愛さではなくて本当にアクションものというかホラー映画のワンシーンなんですけども、それまで宮崎駿はですね何週間も何十枚もイメージボード書いてたんですよ。例えば宗助の初期のスケッチとか、ポニョのいろいろ可愛いポーズとかです、
ですね、藤本が乗っている船とか本当に何十枚もボード書いてたんですけども、あと冒頭シーンのクラゲとか、でも書き上げるために宮崎駿は違うなとかですね、ちょっと思い通りのものになれないってずっと言ってたんですけども、なんか書けてないとか逃げてるとか、逃げてるのは自分でも分かってるんですよ、書きたくないなっていうのは、いろんなことを言いながらイメージボード書いてたんですけども、この絵描いた時についにカメラ目線です。カメラ目線で、あの1枚なんですよと、このポニョクルですね、この映画の本質はあの1枚なんですよというふうに言い出します。この後ろのボードを指差しながらですね、こういういっぱいの絵描いてるけどこうじゃないんですよっていうふうに説明するんですね。で、なんでこうじゃないのか、現象なんです。この後ろの絵は本質はあそこに、ここにあそこにあるんですよって言うんです。つまりこの後ろにある絵っていうのはストーリーを説明するため、設定を説明するために画面の中で起こるあくまで現象であって、映画そのものを1枚の絵だけで説明するとしたら、あの入り口の一番いい場所に貼っているポニョクルっていうのになるんですね。で、ここで宮崎駿はもう本当に緊張解けたかのように、こうね、それまでずっとね、この人タバコ持ってるんですけどね、全然吸わないんですね、あまりに集中しすぎて。で、そのタバコをですね、うまそうにプカーッと吸ってですね、だからやっと本質の絵が描けたんですよ。もう今日この日やっと本質の絵が描けたんですね。で、これはその宮崎駿がですね、ロンドンで見たですね、あのフィリアの絵ですね、死にゆく姿を、フィリアという、なんだろうな、シェイクスピアの劇に出てくる人物が川に流されながらこれから死んでいくと、で死んでしまう中で消えそうな声で歌っていると、でもその死にゆく姿が周りにはですね、生命がいっぱい溢れていてですね、この死の世界の中の生命っていうのを、かすかな生命っていうのを語るって、これを宮崎駿はすごい感動してたんですけども、やっぱこれだったんですね、宮崎駿が求めてたのですね、これが映画の最初の一枚なんです。それまでの絵は全部現象に過ぎないと、やっとこの、崖の上のポニョの最初の絵が描けたと、それがあのポニョ来るなんだっていう話でした。これはあのドキュメンタリーですね、やっぱ前半のクライマックスはこの最初の一枚っていうのがずっと描けなくて、やっと描けた時の宮崎駿の苦悩とかですね、描きたくなかったと言ってたんですね、それの恐れで、描けた後の解放感、描いてる時のですね、そのチャンチャカチャンチャンって歌いながらのは、これまでの苦悩する宮崎駿と全く逆な、なんか悪ふざけしてるじいちゃんみたいなやつだったんですけど、まあ、あのポニョね、やっぱり宮崎アニメの中で面白くないという人多いんですよ。で、僕もそうだったんですよ。あの宮崎アニメの中で僕ポニョってやっぱ正直そんな面白いと思わないんですけども、ポニョはこうして生まれたは面白いんですよ。で、ポニョはこうして生まれたを見て、宮崎駿のああ怖い、怖くない、可愛いっていう、これを聞いてから見ると全然ね違って見えるからですね、ぜひちょっとこの、放送を聞いた後で、金曜ロードショーで録画したポニョをもう一回見ていただければいいと思います。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。